日本エアコミューター、日本エアコミューター株式会社、日本エアコミューター、英称、ジャパンエアコミューター Co., l t D、略称、ジャックは、日本航空、JAL グループの航空会社である、ターボプロップ機、プロペラ機を運航している。鹿児島県の離島アクセス改善のため、日本航空、当時の東亜国内航空と鹿児島県奄美群島の14、市町村、 合併により12市町村に減少が出資して、コミューター航空会社として発足した。当初は、旧奄美空港に本社を置き、奄美群島をはじめとした路線が中心であったが、次第に日本ウェアシステムから、西日本のローカル路線の移管を受け、路線を拡充していった。2011年現在も、奄美群島12市町村が、資本の4割を出資し役員を派遣している。 同じグループ会社の JAYA、JAYA とは、路線の違いや独自便名、JC、ジャックでの運行、JAYA は全便、JL、JAL 便名での運行に加え、機種、ジャックはターボプロップ機、JAYA は Z 機の違いもある。日本エアコミューターは、ワンワールドに加盟していないため、JAL 以外の航空会社で、ワンワールドエメラルド会員のステータスを保有している場合は、 日本エアコミューターでは優先登場のサービスは適用にならない。同社の IATA コードはもともと 3X であるが JAL エクスプレスが使っていた JC を JAL エクスプレスの JAL 統合も使用している。また2017年11月16日の旅客サービスシステムの刷新までは JAL マイレージバンクの登場履歴や JAL グループのチェックインカウンターで発行される。 手荷物タグに表示される2レターコードは JN となっていた。なお JN の IATA コードでは AXL 航空に割り当てられている。人口減少社会で利用者の減少が進み2017年には国土交通省持続可能な地域航空のあり方に関する研究会座長竹内健造東京女子大学教授溺体の共同保有や 将来の経営統合などを内容とする報告書が出された。2018年12月に一部報道によって、研究会によって対象とされた地域航空5社のうち90うちの日本エアコミューター、オリエンタルエアブリッジ、アマクエアラインの3社で先行して包括的な業務提携を進める方針で、合併や経営統合は先送りされることも協議合意されたと報道された。 会社設立以来、ターボプロップ機、プロペラ機で運行している。すべて普通席のみで、クラス J 等の上級クラスは設定されていない。また、ジャックの運行機材はストレッチャーを座席に固定する、ことで患者の搬送ができる仕様になっている。2017年5月に ATR42、就航後、地元鹿児島での報道で2019年度末までに、 機材更新によって ATR42 を2019年度末まで順次導入し運用している DHC-89400 とソブ三3 4 0は売却退役予定で機材統一折り保有する航空機を18機から半分の吸機体制にすることを明らかとなった保有奇数減少に伴う運航路線については d h c 8 9 4 0運航路線を 中心に JAL グループの j a r へ移管し、運行するエンブラエルイーチェッツへの変更シジェット化することで、輸送力、就効率などを強化していく方針とした。2015年6月15日パリ航空省で、サーブ340型機の更新用機材として、確定発揮オプション1機、購入権14機で契約発注したと発表された。欧州制旅各機の採用は、 ドイツのドルニエ、スウェーデンのサーブに続き3例目となる。また、同機種はアマク草エアラインが先行導入していて、同機による完熟訓練に、ジャックは乗務員、整備士を派遣している。今後は、整備部品の共同保有によるコスト削減や、ジャックにスタンバイ機がある時期にアマク草エアライン保有機の重整備を実施するなど、 同景機を運行する九州の2社で連携していく。兵庫県は2016年度当初予算でジャックの就航先である田島空港を運行機材として1億3500万円の予算を計上。道路線の安全、安定的な運行を維持する目的での導入し、機材購入者は田島空港ターミナルとなり、この機材をジャックへ対応する方式を取る予定。 ATR42 から600が担当する以前は、ソブ340バイトの一機が担当していた。2016年7月4日に同景気の2期限定塗装として、ジャックの株主でもある、奄美群島を中心とした、鹿児島の島々と各地をつなぎ、地域の翼として、地域の発展に貢献する使命を表現し、鹿児島で唯一のデザイン系総合専門学校の タラデザイン専門学校との山岳連携のデザイン制作で採用された塗装にする頃が発表された。機体に描かれたハイビスカスは同社が就航する離島や地域の象徴で、機体左側の大きなハイビスカスを鹿児島に見立て、左下に広がる七つは鹿児島県に空港が所在する七つの離島を表し、機体右側のハイビスカスは同社がつなぐ。 他の地域を表現し、ハイビスカスの背景に描かれた5本のラインは、水引きのように、地域、人の結びつき、子供の夢、人々の思い、過去から現在と未来をつなぐことを表現し、配色は、天見大島にのみ生息する、ドリカケスの赤、黒、ドリ色を基調として描かれる塗装となる。初号機となる j a 零一 j c は、2017年1月20日に、受領して、 トゥールーズ・ブラニャック空港を出発し、ギリシャ、エジプト、UAE、インド、台湾の空港を経由し、1月26日に鹿児島空港に到着した4月26日から鹿児島や串間、沖の選ぶ5月28日から鹿児島・奄美で就航した。同機材は機体の設計上貨物室が操縦室の後方にも設置されているため、旅客の搭乗は 同社多機材と異なり左舷後部からとなる。このため、空港では既存のボーディングブリッジ、PBB が使用傷、機体備え付けのエアステア、階段も急勾配で、同社の運行する離島生活路線に多い高齢者の利用にも向いていないため、同社は同景気が就航する空港を中心に、可動式の搭乗用スロープを備えしている。このスロープは、 車椅子での乗降も考慮した、傾斜の緩やかなもので、直線型と屋根付きの3段を折り返し型とがある。客室内装は先行導入されている、天草エアラインのものと同様で、アーモニアキャビンと名付けられたジョルジェット・ジュージアーロによるデザインを採用している。座席配置と、定員、通常48名も、天草の同型機と同様で、非常口への動線を確保するため、 右原則最前列2席と2列目2席は、ボックスシート、イザ配置となっている。また、離島生活路線が多い同社運行路線特性から、左限後方座席3列は正板を倒して、傷病者輸送のためストレッチャー設置が可能な特注となっていて、同社多機材と異なり、設置可能な一角はカーテンでの仕切りが可能となっており、機内居住性に配慮している。 化粧室には特注のおむつ交換台を設置している。2018年5月には初号機である JLHJC がク草エアラインとの共通事業機となる。JAL グループにおいて同社グループ外航空会社との共通事業機は初の事例となる。ク草エアラインは保有機材が1機しかなく ATR42 導入前は重整備となる。場合はヶ月近くての便の運が 停止されていた。ATR42 導入に伴い、同期を運行する、天草エアラインと、日本エアコンピューターの間で機材を融通することとなった。2018年6月に天草エアライン保有機が、重整備となるのに伴い、JLHJC が同社へ貸し出されることとなる。また、同年7月に、グループ企業である、北海道エアシステムが、 次給運用機として同景器を選定したことにより、ク草エアラインとの運用や、後日のサーブ340運用と同様に、最多運用ジャック保有機で共通時期設定し整備、点検時の機材融通するとみられ三社間で、国土交通省持続可能な地域航空のあり方に、関する研究会の示す指針に沿った運用を目指すとみられる。2018年7月、 前述の兵庫県田島空港ターミナル購入機体 JA05JC が受領後通常塗装でしばらく運行していたが同年9月に田島オリジナル塗装コウノトリ号とすることが発表され鹿児島空港ジャック格納庫にて JAL エンジニアリングによって田島空港推進協議会地元市長兵庫県田島空港ターミナルが作成した朝日の中を未来に向け飛翔するコウノトリを コンセプトとし、デザインに兵庫県庁でもあるコウノト鳥に優雅、飛翔、幸福のイメージを託し、田島が羽ばたく飛躍するというメッセージを表した塗装を施し、同年10月にお披露目就航した。2018年6月5日、発注済みの ATR42 から600のうち1機を ATR72 から600に変更し、座席数は70席にすることが、 ATR、AT 日本エアコミューター双方から発表され、同年10月26日に、ふツ・トゥールーズで引き渡され、同年12月から鹿児島発着混雑路線を中心に運行している。客室仕様は ATR42 と同様に、旅客搭乗は左限個部となり、空港では既存のボーディングブリッジ、PBB が使用不可で、 貨物室は操縦室の後方に設置されているが、ボックスシート、対座配置で枠、く、2から2の17列に2席の、計70席配置なっている。1994年から1997年に、かけて、最大11機導入した。2015年より退役が始まった。胴体系が細いため機体前方向かって左側から、1から2配置。 最高列3席は貨物室配置上、右寄り3人掛け、両端は窓なし座席となる。2015年11月から、グループ会社の北海道エアシステム、ホックの機材と同社運用サーブ機を共通事業機に登録し、定期整備期間中ホックへ機材が短期リースされ、ホック運行便を運休せずに運行できるようになり、一時期、 岡玉空港ではバラエティに富んだ塗装を見ることができた。基本、ホックへのリース機材は、ホック運用と同型の BWT 型、機体番号、JA002C 割り当てられ同様の理由で同期が、ジャックで引退も、最後まで残留することが見込まれる、ジャックの方がホックより、早期更新のため。ちなみにこのリース及び定期点検に伴い、両者の基地が所在する岡玉空港と鹿児島空港の、 間で機材をフェリーすることがある。これは日本の航空会社によるサーブ340バイトの運航距離としては最長でチャーターツアー企画でフェリー運用の座席が販売されることもあった。自社機のほか海上保安庁が保有する同期駅の定期点検も受け負っている。なお JA8900 は2018年12月現在 JAL グループ唯一の ザーク・オブ・ザ・サンと早期になっている。3期、JA8835、JA8836、JA8866 が1983年12月10日から1995年9月30日の間登録運行された。旅客定員19席で、客室乗務員の乗務がなく、身を厚きなので高い高度での運用ができないため、就航率低かった。 退役保管後、しばらく国内他社で使用されたが、現在は国外売却されている。1988年から1994年にかけて最大12機導入した。2002年より退役が始まり、2006年に全機が退役した。元は日本エアシステム、旧東亜国内航空やその前身の一つである。 日本国内航空の運航機材だったが1988年7月19日に日本エアシステムから鹿児島発着路線を同機材と共に移管を受け運航開始2006年9月30日に退役日本の民間航空としてはジャックが最後の運航者だった2002年から2007年にかけて最大11機導入した 2002年10月7日に初号機に本到着。2016年より順次退役が始まり、2018年11月30日をもって運行終了。航空法改定により空中衝突防止装置、TCS 未対応の YS-11 の代替機として導入した。機内のマイクロフォンが騒音を拾い、そのデータをもとに、 能動的に騒音と振動を緩和させる装置、NVS、ノイズバイブレーションサポレーションを装備し騒音、振動対策され機内居住性が向上した。座席数70席クラスで、ジェット機並みの巡航速度と1350メートル、沖の選ぶ空港滑走路長の離着陸距離運航、可能である。JAL グループのロゴマークが、ザ h クオブザサ f the s u に変わり、塗装変更も、 整備などのタイミングで順次行われたが、JA842C のみは、JAS グループ時代のレインボー塗装のまま退役を迎えた。当は国内航空、日本エアシステム、JAS グループとして設立され、日本航空との経営統合後は、JAL グループの一員であり、基本的に親会社と同じ基調の塗装である。JAL の経営破綻と再建後、塗装が変更されたことに伴い、 順次3代目から4代目塗装への移行が進んだ中、1機の DHC-89400 機体記号 JA842C のみ2代目塗装のまま、塗装変更をせずに2017年4月、売却退役した。2018現在、オーディオプログラム等、中型ジェット機並みの機内サービスはないが、毛布貸し出しなどのサービスはある。この ジャックオリジナルのキャンディや、薬ヨロンシ島、ジャックの主力機であるソブ340バイト Q400 がデザインされたポストカード、ルートマップを配布している。2007年7月にはオリジナルの機内紙、アプロップ、アップロップが送還れた。ジャルグループは国際航空連合、アライアンス、ワンワールドに加盟している。ただしのある航空会社は 経営施策上ワンワールドには加盟していない。JAIR、北海道エアシステムは運送の共同引き受けにより全便を JAL 便として運行を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。